皆様こんばんは。鹿児島県議会議員のうとけいこと申します。今日は11月じゃなくて9月の6日金曜日、時刻は11時48分。昨日はツイキャスできませんでした。なっちゃんありがとうございます。こんばんは。あれ、来週から帰るのでしたっけ。函館はまだ東京ですか。金曜日お疲れ様でした。昨日はツイキャスできませんでした。残念。頑張れば12時半ぐらいに再開できたんですけど、12時半ぐらいにできたんですけど、っていうのもちょっと息子が泣いちゃって、だったんですけど、もうちょっと疲れ果ててできなかった。申し訳ありません。連続とキャスしたかったのに。まあでもしょうがない。時には自分も大事に。なっちゃんマジか、百条委員会見送りでございます。 S さんこんばんは、ありがとうございます。圭介さんお茶ありがとうございます。13日から函館ってことは、うちの議会が始まった次の日だってことは、いつ12が木曜の13金曜日かな。はい、ですね、タイトルはお疲れ様です。森本さんありがとうございます。お仕事終わりましたか。百条委員会ですね、一応見送りの方針ですかね、まだ決定ではない。そうですよね。南日本新聞さんの記事をちょっと読もう。鹿児島県警の不祥事をめぐり、自民党県議団が特別調査特別委員会、百条委員会を現段階では設置 しないと決めた5日、昨日ですね、県民からは失望や怒りの声が上がったということで、昨日ですね、自民党さんは段階議を、午前中午後とされて、もうテレビのマスコミの皆様も、わっさわっさとですね、控え室に、議会調査の4階の控え室にわっさわっさと、そして私どもの会派の県民連合がですね、提案をしているので、そのコメントを取りにですね、代表の福士山さんと、秋丸先輩は大忙しということでですね、私はそんな中で何してたんだっけって感じなんですけど、金曜日から月曜日、あ、そうなの、4日間だけなんですね。そっかそっか。松島さん、こちらこそ来てくださってありがとうございます。兵庫県の百条委員会を見てビビったとか、兵庫県の百条委員会なんかもうすごいえらいことになってますね、なんかね。あ、森本さんは今日はお休みだったんですね。日中は明日からの展示の搬入立ち会いだったとのこと。おお、明日からまた展示が始まるんですね。何をされたんですか。松島先輩、明日もミラーリングするよとなっちゃう。あ、もしかして何のミラーリング。私はですね、今日のタイトル非常に悩んだので、私は今日たくさんコメントをですね、あれしていこうと思ってるんだけど、どうやってコメントするんだっけ、こうせばいいんだっけ。あ、違う、なんかアンケートになっちゃった。どうすりゃいいの、これ戻らなくなっちゃった。コメント、あ、これか、これか、コメント、違う。どれ、コメント、コメントってどれ、コメント、あ、これだ、これに違いない。なんでかっていうとですね、はい、コメントしてください。明日9月7日明日、ライカ前で凱旋します。11時、コメント打ちにくいな。から、ライカ前で凱旋、びっくりマーク。柳聖子。太陽、成功じゃなくて太陽だった、これじゃん。三太陽、三うとけいこ、川
内宏の仲間たち凱旋でございます。明日はちょっと間が持たなくて歌っちゃったけど、歌うなよって感じですね。か、ケンタロウさんありがとうございます。コインが飛び込んできたのだけは見えた。川内宏の仲間たちによるミニ凱旋、よし、できた。これでどう？できた。ケイスケさんが、ウトさん、私のダイエットを応援してください。頑張れ、頑張れ。森本さん、ありがとうございます。鹿児島の太陽というスーパーの歌でございます。なんでかっていうと、セイコーマートの歌を知らないから、代わりに太陽の歌を歌ったんだよ。あ、明日の立憲代表選のミラーリング配信。なるほどですね、なっちゃん。ありがとうございます。まーちゃんさん、こんばんは。ありがとうございます。ケンタロウさん、コインありがとうございます。日曜日だと思ってました。明日は福岡市民クラブの市政報告行ってきます。S さんって、あれなんですか？福岡結構しょっちゅう行ってらっしゃるんですか？すごいね。大変だね。大変じゃないけどね。そっか、明日告示ですもんね。百条委員会、嘘ついたら罰せられる。バレない嘘つく方法は何でしょうか？黙るとかじゃない？わからないけど。嘘つかなきゃいいんじゃない？鹿児島弁になっちゃった。明日の告示、S さん、野間さんイコール野田さん、キョンキョンイコール泉さん推薦。川内さんイコール減税出してる方に候補に投票。柳さん、福岡の討論を見てから判断。さて、宇都さんの投稿も気になりますとのこと。あ、なるほどですね。ありがとうございます。私は自由にのびのび決めます。できた。ライカマイで明日川内宏の仲間たち凱旋、誰がいらっしゃるんですか？それがですね、ちょっと聞いてくださいよ。私がちょっと私パワハラって言われるんじゃないかなっていうくらいですね。自治体議員の皆さんに、凱旋やりますよ、凱旋やりますよ、やりますよ、本当に本気になって、もう自分の選挙だと思って、あ、こんなこと言っちゃいけない、いけない、もうね、一生懸命なんですよ、私は。それで明日はですね、川内宏の仲間たちによる凱旋をいたします。明日ライカマイの、道路使用許可を取っていただいたので、ちょっとですね、参加人数が少ないんですけれども、ボラの皆さんにもご協力をいただいて、事務局さんにもご協力をいただいてですね、弁士は、柳聖子、宇都恵子以上です。ごめんなさい。いや、でも聖子さんがいるからよくない？ 11 時から、1時間鹿児島中央駅ライカ前にて、ミニ凱旋をいたします。川内宏の仲間たちによるミニ凱旋でございます。川内宏は、多分いらっしゃらないですけど、はい、ぜひよかったらいらしてください、にぎやかしに。ということで、S さんが日曜日だと思ってましたというのはですね、日曜日にもいたします。日曜日は今のところ17時からと思ってたけど、なんかみんな予定が忙しい。そりゃそうだよね、議会直前だもん。本当は議会直前だから、凱旋とか本当はもう全然、本当はもう全然無理無理なんですけど、無理無理進行で参りましょう。もう命を削ってね、命まで削っちゃいけないか。パワハラって言われないかな。ごめんなさいね、皆さん。でもね、死に物狂いでやらなきゃ。なっちゃん、お茶ありがとうございます。森本さん、そうなんですよ。太陽の歌なんです。何？テテレレ、テテレレ、テテレレ、テテテレレ、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 テテレレ。これも太陽の歌かな。なんだっけ何を言いたいの、私は。すいません。スーパーとかの歌面白いですよね。めっちゃ耳にこびりつきますよね。ダメですよ、ダイエットなんて。一緒に餃子定食食べに行けないじゃないですか。ああ、なるほどですね、松島さん。ケスケさん、ですね、無理なダイエットは絶対にリバウンドするんでやめましょう。で、飲み物は、
海物の砂糖は本当に怖いんで、飲み物は甘くないのにするといいと思いますよ。あともう一つはオートミールがおすすめです。まあそれぐらいですかね。ちょっとずつでいいんじゃないですか。いいと思います。焼肉食べ放題。あのですね、圭介さん、肉はそんなに太んないんですよ。でも焼肉食べるんだったら焼肉のタレじゃなくて塩がおすすめなのと、肉の部位は考えた方がいいと思います。カルビはやめたらとか、そんな感じですかね。あら、たくまウィンダーさん、今日もありがとうございます。今日も来ていただいちゃいました。レオナさんかな、お疲れ様です。外線に駆けつけるダイエットになると思います。それはそうだ、いいこと言うね。餃子感染食ですからね。あ、なるほど、バレない嘘の方法は記憶にございませんか。斉藤さんも連呼されてらっしゃる。こんなこと言っちゃダメか。私は明日5時間レクチャーへ向かいます。明日何かあるんですか。ずるい。ありがとうございます。宇都さんの声かけあってこそです。いや、すいません、宇都さん、本当に本当にごめんなさいね。もう皆さんの大変さは分かってるんですけど、ほら、ここにたくま応援団さんがいるからさ、たくまさんに負けるわけにいかないからさ、ということで、どうかな。なっちゃん、私はツイキャスで、ユニバーサルデザインでいいのかな、UD って。ユニバーサルデザインと思い込んでるけど、いいのかな。UD フォントって言うからいいよね、きっとね。トーク付きミラーリング配信代表戦エンジョイ。あ、いいですね。ありがとうございます。松島さん、あそこだったら川内事務所とかが持ってるトランジスタメガホンをアイオンにつなげて空に音出したらめっちゃ届きますよ、とのこと。あ、なるほどですね。トランジスタメガホンをアイオンにつなげて空に。あ、なるほどですね。まあ我々にそこまでできる技術のある人間が明日は来ないな。でもね、松島さん、私ね、いいこと思いついたんですよ。あ、でも、たくま応援団さんがいるからちょっとあれだけど、でも言うね。アイオン、Bluetooth が飛んでるから、パソコンから直接音飛ばせるじゃないですか。だから、まあ、川内博士凱旋というわけじゃなくても、国会パブリックビューイングができるよね。アイオンがあればね。まあ、あれだけどね、画面がちょっとちっちゃいから、もうテレビぐらいでいいから画面がねあるといいですけど、よくほらあるこういうさ、パソコンのここにこうやってマイク当てて、ここにマイク当ててみたいなアナログなことをしなくても、アイオンちゃんならめっちゃ音質が保証された音を出すことができるじゃないのと、先ほど息子を寝かしつけしながら気づいてしまいましたね。私は国会パブリックビューイングがしたい。日曜は行きますよ。ありがとう、レオナさん。よろしくね。でも無理しないで。でもちょっと無理して。いや、いつも無理しないでって私言うけど、今回は言う。無理して。マジか。10時から11時まで、とあるレクチャーある。ミニ凱旋配信してて、森本さん。あ、そうですね。明日、徳田さんが来てくださるから、凱旋配信お願いしてみようか。でも、そっか。そうね。あれ、待って。私のフロットマンちゃんは今どこにあるのかしら。フロットマンちゃんがあれば、マンフロットだったわ。マンフロットがあれば徳田さんの手を止めずに配信できるな。静けいさん、福岡市民クラブイコール福岡市議会議員福岡市民クラブ連合推薦もらってる集まる会派カッコ閉じで集まる市政報告会で食事付きで議員と交流会。明日は福岡に一泊してきます。へえ、そうなんですね。ね、森本さん、スーパーの歌って覚えて歌っちゃいますよね。私も気づくとスーパーで歌ってたりする単なる怪しいおばさんなんですけどね。松島さん、だからゼロコーラ糖なんですか。あ、それはありますね。飲み物の砂糖は怖いんで。沼さん、野田さん、村田さん、泉さんなんだ。それはね、S さんに聞いて。チロさん、いつも声ありがとうございます。立憲の代表選に吉田晴美さん出られるといいな。世間への見せ方大事ですよね。おっしゃる通りだと思います。神保さん曰く、吉田晴美さんはなんとか出馬できるらしいですよ。そうなんですね。それはそれは素晴らしい。菅さんも、あ、違う、間違えた。本当に。菅さん。
ずかしい。母さんも吉田さんの推薦。そうですよ、アイアンとモニターがあれば。モニターをどうするかな。最低限でいいんだけどな。ねえ、ちょっとさ、あの、何ですっけ、ほら、映写するやつ、投射なんて、プロジェクターか。プロジェクターだとちょっとこう、自発のライトが足りないんで、多分日中見えないから、日中というか見えないから外だと、やっぱテレビモニターが必要ですよね。スーパーの太陽は百均一のメロディーがテンション上がります。タッテレレッテレレッテレレッテテレレチッテテテテレレッテテレレッテレレッテテレレいいですね、ケンタロウさん。国会パブリックビューイングは上西三つ子先生かな、三つ子、上西三つ子合ってるかな、呼び方、うん、合ってる、がされてらっしゃいましたね。あれを見て我々もですね、当時市民活動全盛期の我々、私とユージさんが国会パブリックビューイングしたいよね、したいよねってずっと言ってたんです。なっちゃん、松島先輩、今日の文字付き緩め練習ツイキャス動画どうでした？かなり緩い事務連絡、いいね、いいね、そういうの大事よね、なっちゃん、そういうのに使っていただきたい。 S さん、記憶にございません。記憶にないのではなくて、なんとか嘘はつきたくないんだけど、本当のことを言いたくないときに使う政治用語、最近はお答えは差し控えさせていただきますって言っても言ってもいいでしょ。まだ検定に置いてあるとか、何の話だ？え、ん？スピーカーの話ですかね？スピーカーの話ですかね？野沢一郎と野田義彦は本当何考えてるんだろう？何でしょうね？ S さん、まあ、キョンキョンは国民民主党に近い立憲の国会議員ですからね。トマさんは他政党とも連携するには野田さんしかいないとおっしゃってました。UD トークとはこれ、あ、なっちゃんありがとうございます。 S さん、明日はヒロシキャスが8時からあります。あ、すぐ言ってらっしゃったね。よろしくお願いします、よろしくお願いします。 S さん、それはさ、ツイートと連携した方がいいんじゃない？もう一回もう一回やって。文字起こしがあんなに元素材の音の質に依拠するとは思いませんでした。フロットマンですよ、フロットマン、間違った。え、どっち？フロットマンなのね、マンフロットじゃないのね、ごめんなさい。あとね、私ね、もう一つ言わなきゃいけないことがあして、藤田さなえさんの講演会をやります。実行委員会キックオフ明日9月8日13時半から。え、じゃあケイスケさん明日来れないの？13時半からのキックオフから、天文館図書館にて見ておいでください。もういろいろ告知したいことがありすぎて、とか告知しないといけないことがありすぎて。あ、それ素敵、 S さん丸天才、ありがとうございます。ふう、そうで、タイトルの話をもう少しして今日はもう終わろうかな。こんな、なんかもう最初の告知だけでもう20分、てか基本今日太陽の歌歌ってるだけな気もする、ごめんなさい。ちょっと考え事してたら次キャンドゥの歌が出てきたけど、それは違くてですね、静香さんは立憲に投票するでしょうか、自民党に投票するでしょうか、どういうこと？本田静香さんってこと？立憲に投票するでしょうか、自民党に投票するでしょうか、それだけ、え、どういうこと？代表選の話なの？それ党籍のあるところにしか投票できないんじゃないのってマジレスするけど。5時間レクチャー受けた後に人権について話せないよ俺は。え、いやいやいや、人権について話せるよ。レクチャーはさ、受動的じゃん。でも実行委員会はさ、お祭りじゃないですか。いけるいける。
なっちゃんの方、健太郎さん、本日も札幌からウトキャス拝見しています。ありがとうございます。最高気温26度で快適でしたと、札幌から健太郎さん。なっちゃん、なので蓮舫さんの都知事選は石垣のりこさん YouTube とか共産党東京都委員会の YouTube から拾ってた。へえ、なるほど。静香さんといえば百条委員会の設置の報道は変更報道って起こってまして、うん、まあそれはね、うん、あの自民党さんは皆さん怒られる、 お怒りになられるんじゃないでしょうか。まあ、我々は我々で、あの我々は我々でぬるいとか言って怒ってるんですけどね。だからさ、あれなんですよ、本当に事実って見方によって全く違うんで、という意味でも、なんというか、はい。平岡静香さんは立憲に投票しますよ。いや、それはそうしていただきたいですね。ま、松島さん、鹿児島でもパブリックビューイングやりたい。中央駅のあの人の数見たら、あのね、鹿児島の中央駅でね、パブリックビューイングお試しやったことあるんですよ。あの、松尾さんなんかと。前回の川内選挙の時に。でも、パソコンがないんで、あ、てか、あの、が、何、モニターがないんで、普通にパソコン使って、それでもね、反響がちょっとあってね、わざわざ県連に電話かけてきてくださった方とかいらっしゃるんですよね。横川さんがわざわざマイクを別に立ててましたからね。何のことだろう。1枚多めに持っていきます。そうだね、なっちゃん。それがいいと思います。朝晩冷えてました。なるほどですね。ちょっと音響の話をちょっととりあえず置いといて、それで明日なんだったっけ。明日は、はい、明日藤田早苗さんのですね、あの、武器としての国際人権というご著書がある、あの藤田早苗さんですよ、の、講演会を、野口英一郎さんと一緒に来年2月1日にすることになったんですけれども、まあ、あの、前回の講演会が50人ぐらいだったのかな、見てくださった方、来てくださった方が、で、野口さんがお一人だった、もちろん私は行ったんですけど、もう、万難を排していきまして、私と私の姉と、行くよね、行くよね、それでなんかあれをもう一回したいと思ってるんですけど、一緒にやりませんかって言っていただいて、もう一問にもなくやりますみたいな感じでですね。でも、もっと人をいっぱい、たくさんの方に聞いてほしいので、いろんな幅広く声を集めていきましょうということで、実行委員会を立ち上げて実行委員会方式でしようということでですね、明日キックオフをいたしますが、ぜひいろんな方にですね、あの、政治家のみならず市民活動家のみならず、あの、いろんな方に来ていただきたいなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。それと明日の朝は、川内博士の仲間たちによるミニ凱旋が内科前でございまして、明後日の夕方にもですね、土日はやるぞということでですね、夕方、明後日場所見て、多分天文館かな、川内博士の仲間たちによるミニ凱旋をしたいなというふうに思っております。明日は、その後は会議だね。それから、あ、そう、百条委員会の設置の見送りの話なんですけど、昨日の夜に決まって、昨日の夜にもう速報が流れてるんですけど、8時過ぎだ、9時前ぐらいに私の携帯が鳴りましてですね、あ、宇都恵子さんですか？はい、そうです。あ、私、かけ直したんだ。出られなかったから、会議中で。そう、かけ直したら、なんで百条委員会設置しないんですか、自民党は、って言われてます、第一声で。それは、自民党さんに聞いていただけたら、ありがたいですね。私も聞きたいです。っていうところから話が始まってですね。で、こう、ああだこうだ、いろいろなことをですね、ご意見いただいていたんですけれども、あの、自分にできることがあったらやるんで言ってくださいって最後にその方言ってくださってですね、あの、ぜひ署名にね、あの、ご協力をまずはお願いいたしますと。そしてですね、よろしかったら、あの、我々にこれ以上、あの、言っていただいても、激励の言葉は大変嬉しいんですけれども、言っていただいてもですね、結論が変わらないので、ぜひ、あの、自民党の先生方にですね、お願いしていただけたら嬉しいんですけど、って言ったところですね、え、嫌です。自民党に電話したら、だって、なんか怖いじゃないですか、って言われたんですよ。
おと言ってたら、佐久間大稲さんが正直野田さんが怖いだって、自民党って怖いじゃないですかってまずそう言われたんですよ。で、え、なんでですかって言ったら、いや、なんか自民党の人にそんなことを言おうもんなら、なんか警察となんかグールになってみたいなこと、なんか報復されそうなんで嫌ですって言われて、ああそうなんだって思ったんですよね。なんかそのやっぱり権力者に立てつくって怖いんだなって。それなんか多分無意識なんですけど、無意識にそう刷り込まれてるんですよね。権力者には立てついちゃいけない。だからね、私ね、すごいね、面白いなってよく思うんですけど、民主党には、一回政権取らせてやるか、と。で、一回こうダメだったらもう、お前らにはやらせないみたいな、こう、なんですかね、きちんと自分たちの方に権力があるっていうふうに、国民の皆さんが理解してくださってるわけですよ。で、それが本来正しいことなんですよ。誰に政権取らすかどうかっていうのは、国民の皆さんが決めることで、権力者国民の皆さんなので、本来的にはですね、それは単に預けてるだけなので、一回こいつらにやらせてみるかで正しいんですよ。だけれども、それが、その長年権力の座にいらっしゃる自民党さんに向かっては、もうお前らダメだっていうのが多分ね、こう、言いにくいのかな、みたいなところがあってですね。で、それが、結局、なぜ自民党さんが百条委員会を設置しないんだろうってことを私なりに考えて、さすが投獄される予定のウトさんっていうのだけ目に飛び込んできたけど、なんでそんな不吉なことを言うんですか、森本さん。で、なんで自民党さんが百条委員会を設置しないんだろうかってことを私のですね、全くこう政治に明るくない、そしてこう、なんですか、権力争いとか、なんかそういう、こう、こことここが実はこうでみたいなことも、全く恥ずかしながら知らない私がですね、予想するところによると、こうやっぱりこう、まあ何ですかね、上が怖いからなんじゃないのかなって私は思ってて、本音は結構皆さんとお話しすると、いやいや、自分は百条委員会設置すべきだと思ってるっていうか、かなりいらっしゃるんですよ。だけど全体としてやはり中央の、まあ、意向を直接言われたわけじゃないとは思うんだけれども、なんとなくそのどうなんですかね、なんとなくこう忖度しないといけないのかなみたいに思っていらっしゃるんじゃないのかなと思っていて、でやっぱりそれが回り回って権力が怖いという意識が自分たちに戻ってくるんじゃないのかなみたいなことを、昨日のお電話をね、聞きながら思った次第でした。だからこう、いや、だって私だって、あれですよ、警察の問題を毎回毎回取り上げてるから、絶対私、マークされてるわと思ってるし、LINE するときは気をつけてますし、本当です。その交通違反もしないように気をつけてるし、何があるか分かんないですよ。だけど、やっぱり空気を読まずに言わなきゃいけないかなというふうに思っているのでですね、まあ、でも今回ね、その女性団体の皆さんがものすごく怖いと、自分の名前を出したりするのは本当に嫌だということで、かなり実は揉めました。だけどやっぱりその気持ちなんですよね。結局その私たち政治家は、私はもう政治家になる前から投獄される覚悟でいましたから、天文館で声を上げてましたけど、最初はものすごい怖かったけど、もうそれは覚悟の上なので、名前を出すということにはもう抵抗感などないわけですけれども、やはり普通の一般の方はそういう抵抗感がありますよね。だ
からそのなんて言うんですかね、権力の乱用みたいな、違う、なんて言うんですかね、こう権力への恐れというものがですね、今の社会を作っちゃってるんじゃないのかななんてことを思う次第でございます。わ、めっちゃコメント入ってる、ごめんなさい。明日、あ、そうなんだ、キュレーターの原田真希さんが講師で5時間で企画を考える、原田真希さんもお誘いしたかったのに、というか野口さんが誘ってくださってんじゃないかと期待してたのに、でもずるい、原田さんのレクチャー私も受けたい。そうですよ、今の県民連合の代表は福山信介さんですよ。松島さん、パブリックビューイングの機材うちの車に入れたらパンパンになっちゃうんですよ。パブリックビューイングの機材むしろ松島さん持ってらっしゃるんですか、すごい素晴らしい。県民連合と自民党の百条委員会の件見るとどっちが正しいかわからなくなりました。なるほどですね。どう反論しようか。されて都合の悪い人は誰かを考えるといいんじゃないですか。あと裁判と百条委員会はあんまり関係ないですね、私たちの考えとしては。圭介さん、宝山ホール3階でレクチャーあるんだけど天文館図書館近いやん。いいよ、おやつパリパリ横で食べるだけで。あ、ダメだ、圭介さん、天文館図書館のあそこは飲食禁止や、お茶だけならいいかもだよ。たくまおいなさん、代表選正直野田さんが怖い、枝野さんや泉さんだと万歳って感じです。自民党の総裁選でだって怖い候補者っています。皆さん怖いですね、恐ろしいですね、誰が代表になっても。いやー、怖い。兵庫県の百条委員会凄まじいのに県警の方は藪の中へですか。それだけ市民に近い存在なんだということだ。石破茂が一番怖いです。あ、そうですか、圭介さん。誰になられてもものすごい怖いけど私すっごい私今素になってる、ダメ、私公人だった、申し訳ありません。今のなし、いやなしじゃないわ。百条委員会に設置した自民県議は県警に忖度しなくてはならない何かがあるんです。いや、そういう誰に忖度してるかわかんないですし、本当にする意味がないと思ってらっしゃる方もいらっしゃるでしょうし、それは人それぞれですから、あんまり言い切るのやめましょうね、レオナさん。宮地拓磨さんだけじゃなくて自民党応援団だったりするんですか。あ、拓磨応援団さんがね、自民党総裁選は宮地さんは野田さん推薦で、小里さんは石破さん、安岡さん見て、野村さんは茂木さんと。なるほど。百条委員会の設置しないと連議会はもうしませんよ、そこまで私は怒ってます、バイオと結構。それはね、あんまり脅しにならない気がする。静香さんは連議会割と付き合ってくれてる感じがあるからね私は楽しんでますけど、かなり。あ、でも静香さんもすごい仲いいからな。自民党総裁に誰がなろうとも数勢としては落ち目だと思います。健太郎さん、そう思うのは我々だけで、落ち目だと思いたいんだと思いますって思っといた方がいいと思います。社会はそんなに我々寄りではない。あ、私ネガティブ人間だから。圭介さん、石破茂が一番国民に人気なのに石破茂が嫌いな自民党。石破茂って国民に人気なんですか。いや、私は好きですけどね、あの人が一番会話になるから。あ、っていう意味でですよ、考え方とかじゃなくてね、会話になるかならないかだけの話ね。勝手踏切であれだけ大騒ぎになったぐらいですからね、土曜日だろう、よくわからない。3人でデモしてたって最初のツイキャスで語ってましたね。あ、3人でデモしたこともあるって話ですね。職権乱用のことですね。勝手踏切とちょっとわかんないな。3人でデモしてたんですか。お父さん、詳しく聞かせてください。あの森友学園の公文書改ざんに端を起こして、その森友学園問題とか、加計学園問題ですとか、桜を見る会問題ですとか、GDP の数字いじった問題ですとか、もうあの頃あったいろんなトピックをですね、いつもあの毎週金曜日天文館凱旋と言ってあのデモ活動してたんですけども、抗議活動してたんですけど、
やっぱりだん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 人が少なくなって、結局3年続けたのかな、毎週なので時には3人になることもあってっていう話ですね。あ、山添拓さんね、なるほど、勝手踏み切りね、分かりました。はい、だから何があってすぐ何どんなことで足元を救われるか分からないっていうリスクはありますよっていう話。自民党さんは百条委員会の設置より効果的な方法があると言ってましたもんね。ああ、はいはい、なんかね、メールでくださってた。その効果的な方法、私に教えていただきたいですよ。お願いします。私だって自民党百条委員会の設置を目的としているわけではないのでですね。目的があるから、その手段として百条委員会を設置したいって言ってるだけなので。ゆうこさん、お茶ありがとうございます。見ましたよ、S さん、長崎ね。はい。森本さん、けど権力を怖がっているならまだいいと思います。僕が店の活動を通して若い人に伝えたいことは、頼むから権力を対象してくれということだったりします。自分を取り巻く権力への意識がみんな皆無なんですよ。本当に頭を抱える事態です。え、どういうこと？自分を取り巻く権力のことを意識せずに自分は取り巻かれてるってこと？その権力があるのが当たり前だってこと？権力に支配されてるのが当たり前だという認識ってこと？それとも権利だったり自由だったりというか、憲法という存在が空気のような存在でなくて、なくなって初めてわかる憲法のありがたみみたいな感じですかね。どうなんだろう。勝手踏切は鉄道好きでも有名な共産党の参議院議員の山添拓さんが埼玉県のローカル私鉄の秩父鉄道の勝手踏切を渡ったということで、ツイッターでネトウヨさんたちが大騒ぎした話のことです。あれですね、コンビニのコーヒーで、なんだっけ、M サイズでしかお金を払ってないのに L サイズを入れてみたいな、ああいう感じですよね。長崎県知事の政治資金問題、県議会4会派が百条委員会要望、最終的な手段、自民は慎重姿勢とのこと。長崎県の大石知事の政治資金問題をめぐり、県議会4会派は2日の議会運営委員会で疑惑の真相を明らかにするとして百条委員会設置するよう求め要望書を提出した。もう読みたくない、疲れた、はい、皆さんこれ読んでください。多数派が占めるんですかね、長崎は。目がシパシパしちゃった。私もデモに参加したいけどなかなか勇気が出ない。お父さんがいれば参加してみたい。ぜひぜひよろしくお願いします。政治家になりたいんだったらデモはやるべきやるべきやるべき。なるほど、ありがとうございます。そうそう、非対称性を全然感じてない人が多すぎて、権力に無頓着ってこと。なんかちょっと分かった気がする。ルールは守るべきって普通に思ってるってこと。そのルールが権力者に勝手に押し付けられたものにもかかわらず、そのルールの本質的なものを考えなくて、とにかくルールはルールだから守るべきって思ってるってことかな。でも森本さん、そういうその解釈でもし合ってるんだとすれば、やっぱり2006年の教育基本法の改正から、やっぱりこう、その前か、1969年にあの教育にパターナリズムが、入ってきた時代から、やっぱりこう学校というものが権力を疑ってはならないという教育方針に切り替えているから、若い人に伝えたいというよりは、それは、そうですよね。でも若い人にも伝えたいですよね。そういう意味ではですね、あさっての、私のところに来てくださっているインターンの方たちが発表会があるんですけど、その原稿を今日添削をしておりまして、でもう赤をお声がましながら赤を入れさせていただいて、 PDF で焦っておくんで、ちょっとここだけちょっと気になるんでって言ったら、それが午後7時の話なんですが、なんと締め切りが今日の5時だったらしくて、ごめんなさいってなりました。で、その原稿がすごい素晴らしくて、
ちゃんと人権をきちんと内包していて、私が一言どのトピックを扱ってもいいので、人権という観点も観点からも一つこう3つ考えなきゃいけないんですけど、3つのうち1つは人権という目線をちょっと取り入れていただけたら嬉しいですって言ったことをですね、本当にしっかりと向き合って考えてくださって、すごい素敵なですねプレゼンが出来上がったんじゃないかなというふうに私は思ってるんですけど、やっぱそういう意味ではあれですね、若い人にどんどん伝えるっていうの大事ですね。諦めちゃダメですね。あ、そう、それで私そう昨日思ったのが、子供お話し会、中高生お話し会で私は基本的に喋らないことにしてるんですよ。皆さんの自由な議論を聞きたいし、皆さんが自由な議論をすることが何だろう、皆さんそのあるべき姿だと思っていたんですけども、じゃなくてやっぱり私の自分のお話とか、あるいは今の県政の課題とかもお話しする時間を取った方がいいかもしれないなと昨日ふと思った次第でした。やっぱりその皆さんが議論を自由にするっていうのは私にとってはすごい得なことだけど、その学生の皆さんの持ち帰りという、自分のなんか持ち帰りという分かりやすいものがちょっとないなって思って、そうすると県議員が今の県政についての話とか県政の課題を話して、あ、それってどういうことなんですかという質問を受けて、こうでこうですよっていうのは、中高生の皆さんにとっては持ち帰りの手土産の人になるかもしれないなって思った次第で、なんか私は自分の意見を言うことを恐れすぎているのかなというふうに思った次第でございました。今日もタイムラインで新次郎レイさんで溢れていて、へーすごいですな、ケイスケさん、あ、たつみさん、これありがとうございます。宇都さんの言ったこと全部それ以前の状態、え何のことも権力と名伏してちょっと読めない、権力として扱わない、権力というものがあることを多分知らない。なるほどですね、そりゃそうか、だって憲法のこと教えないもんね。人権は思いやりですからね。なるほどですね。河合さん、次のデモっていつあるんですか？私もお父さんと参加したいです。嬉しい、河合さん、ありがとうございます。デモはね、政治家だからデモはしないですね。ミニ凱旋するんで、ミニ凱旋ぜひ来てください。デモはね、デモってする、なんか組合さんじゃなかった、連合さんのデモに時々お邪魔したりしますけど。教育の産物ですね、確実に、と森本さん。産物という言葉は語弊があるかもですが、とのこと。政治資金といえば、塩田知事の政治資金で百条委員会の設置を新たに求めます。あ、塩田知事の話も全然出てこないですよ、今んとこ。そういえば。まあ、80年代ぐらいからそれまで主流だったリベラルで完全懲悪だったテレビなどのカルチャーが変な相対化が流行ってきて、今に至るのが原因なんじゃないかなと私は思ってます。富野さんでいいのかな、富野さんには悪いけどガンダムとか、ああなるほどですね。でも完全掌握も怖いしね。でも権力に対するものは圧倒的にあれですよね。完全掌握っていう言い方なんか違う気もするけど、対権力で言うと完全に抵抗する側ですからね、グレーでしょとか言えないですよね、本来的にはね。私は全ての物事はグレーだと思ってるんですけれども、白か黒かはっきり決められることはほとんどないというふうに思ってるんですけど、対権力に対しては白黒でもいいかもしれないですね。あ、絶対的なものですからね、その場における権力って多分ね、なんかちょっと日本語が違う気もするけど、
なるほど、カルチャー面での影響もあるんでしょうね。そう、若い人に限った話じゃないんですよ。でもそうですよね、森本さん。これは多分本当に50代からな気がしますけどね。学生闘争が終わってバブルになった頃からの人たちがもう全然そういう話好きじゃないですもんね。小泉進次郎総理衆議院解散だとという予想が出ました。ありがとうございます。田中隆作さんが逆サカピンみたいなことやっちゃいましたね。どういう意味だろう、わからない。日本はフランス革命みたいな市民革命を経験していませんからね。まあそうですね、一応日本のじゃあ革命って何なんだって言われたら、第二次世界大戦だというふうに言われてはますけれども、まあ、ただあれも結局その自分たちが考えてやったことでは何一つないのでっていう感じはあるかもですね。権力への何ですかね、権利への闘争、権利のための闘争をですね、今日まさにイエーリングが書いた権利のための闘争をですね、友人に勧めたとこだったんですけど、権利のために戦うってことが日本の我々にはあんまりないからかもですね。大江戸捜査網が亡くなったのが痛いとずっと僕は言っているんですよ。わからん。松尾さんはフラワーデモがあるとか言ってました。ああ、そうね。フラワーデモはやってます。さーって動画職人頑張ってくる枝野健吾の動画こっちこっち、なっちゃんありがとう。あ、前後予想です。ありがとうございます。なっちゃん、ではまた明日、こちらこそありがとうございました。私もそろそろ終わろう。ごめんね、付き合ってくださって。いや、本当にみんな真面目な議論面倒なのでしょうね。あ、そうなんですね。あ、でね、これ私思うんだけど、夫婦喧嘩を子供に見せちゃダメってよく言うじゃないですか。でも私、議論はどんどん見せるべきだと思ってるんですよ。で、喧嘩と議論の区別がつかない人がすっごく多いなとは思ってます。思ってました。9月議会は9月11日から始まります。あ、富野さんですね。もうちょっと待ってね、コメント。昭和の勧善懲悪の書き方は、権力の非対称性を理解するにはすごく良かった。あ、なるほど、なるほど。そういうことか。うん。この言葉がすごくしっくり今来た、ようやく。自分が言ってることと権力の非対称性というのが、自分が言いたいことと一致しているんだということが今ようやく分かりました。今ちょっと私はヘレン・ケラーのウォーターの気持ち。ところがガンダムとかある意味水戸黄門とかがおかしくしてしまった。ああ、そうですね。なるほどね。おじいちゃんがね。わかるわかる。はい。ちょっとこれは読まない。あ、ごめんね。僕、長年の非正規労働と現在の自営業で対峙してきた、している場所こそが姿勢だって思ってます。あ、50代からとおっしゃる通りだと思う。ありがとうございます。なるほどですね。姿勢。長年の非正規労働と現在の自営業で対峙してきた、している場所こそが姿勢だ。はあ、なるほどですね。でも本当にそういうところから社会って変わりますよね。そう思います。だから森本さんがされてらっしゃる今の活動を今ツイキャス上で教えてくださっていることでしか私は存じ上げないけれども、そのされてらっしゃることを、その若い方たちとのお話し会とか本屋さんにおけるお声掛けとか、まあ、そういうことですよね。レオナさんもありがとうございました。ケンタロウさんもありがとうございます。私も終わりたい。でもなんかコメントが終わらない。あ、もう50分だ。ありがとうございます。ということで、はい、そうね、憎悪のぶつけ合いみたいな夫婦喧嘩は本当にトラウマ、本当に。で、一方議論は大切というか、喧嘩、議論ができない方も多分いらっしゃって、それはやっぱり訓練だと思うっていうことで今日は終わろうと思います。皆さん遅くまでお付き合いいただきまして本当にありがとうございました。私がツイキャスするきっかけはあれですよ。選挙のために、活動したいのに子育てで、活動時間が限られているから、せめて何か SNS でということになった時に、私があまりにもツイッターもインスタも苦手すぎて、ツイキャスならどうだいってなったんです。はい、ということでありがとうございました。すっごい汗かいたわ。はあ、それでは皆様、いえ、森本さんコメントありがとうございました。本当に今日は夜中なのに頭を働かせました。
早くないということで、今日もコメントたくさんありがとうございました。皆様お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。それでは皆様、毎日ウトキャス、明日も頑張ろう。また今夜やった。けいすけさん来てね。まちゃさんもありがとうございました。たつみさんありがとうございました。おやすみなさい。